何時間ぐらい毎日英語の勉強してるんですか？今は3時間ぐらい勉強しています。 TOEIC とかは受けたりはしてるんですか？TOEIC はオンラインの方で受けていて、なかなかでも点数が上がらなくて、勉強をしっかりしたいなとは思っています。点数はいつ受けたのでいくつぐらいだったんですか？去年受けた時に585点でした。そこから毎日3時間勉強してるんですもんね。なんか3時間とか毎日やってたら、1年間継続したらなんかすごい上がるようなイメージがあるんですけど、なんであんま上がってなさそうだなと思うんですか？自分の勉強法だったり見つかってないというか、単語を覚えるにしても書いて覚えるのか読んで覚えるのか試行錯誤してやってる、勉強はしてるんですけど、なかなかそれが定着しなかったり。実際英語の勉強してるんだったら、去年580だったら、ちゃんと3時間やってるんだったら700点とか750点分ぐらいまではいけるんじゃないかなと思って、でも実際今勉強してないんだったらそれ嘘になっちゃうわけじゃないですか。そうですね、はい、でその嘘って結構見抜かれるんですね。メッセージとかやってなさそうな、中身なくて本当はやってないんだろうなみたいな感じてしまったんで、はい。